どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、エルザレッドです。今回はラストスパート型のトライストリンガーが強いのかという記事となります。で、トライストリンガーのギア構成となるとたくさん種類があるかなと思います。まあ俗に言う型ですね。でその中でも今回は注目されつつあるラストスパート型についてお話をしていきたいと思います。ラスパというとまだ採用されている方はマッチングする限り少ないなぁと思うギアです。で、ただこのギア自体は使用目的を決めれば長所を伸ばせるギアになりますので面白い型になるのではないかなと思います。今回はラスパのギアの使用がトライストリンガーとどのように相性がいいのか、どういった使い方をするのに向いているのかなどをまとめていきたいと思います。動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。それではラストスパートについて使用の確認からいきましょう。ラストスパートは対戦終了の30カウント前からインク効率とインク回復速度がかなりアップしますという説明書きになってます。まあ主な効果というのはメイン効率、サブ効率、インク回復量アップの3種類がサブギアパワー8個分ほど上昇するというところです。もちろん3つのギアが発動するので条件が2種類あります。条件1、試合残り時間が30秒未満で発動、延長戦も含まれる。条件2、ガチルールで敵カウントが50以下の時に発動、カウントが50から30で徐々に発動するというふうになります。まあ、このような性能になりますね。これだけ見ると強そうですが、そもそも使う目的がはっきりしてないと扱いが難しいと考えています。逆に言えば扱い方さえ決めればトライストリンガーとの相性のいいギアとも言えます。まず単純に攻撃の数を増やせるという点です。トライストリンガーはフルチャを打ち込み続けることで相手の邪魔ができます。またメインの連動があれば1角と爆風矢で相手の足止めをすることが可能です。もう一つはポイズンミストの投げれる回数が増えるという点です。まあ増えるというよりかは回転数が上がるという感じですね。ポイズンミストを投げ続けれるのでポジションを潰せることが可能となります。まあガチホコなど有効になってきますが、ポイズンの中で戦うのは相手からするとリスクがありますからね。投げる頻度が上がるだけで十分かと思います。またこの2つを組み合わせた時のインク消費量を抑えれるので後半になればなるほど効果を発揮できます。ポイズン投げた後ってメインの打てる回数少ないんですけどね、やっぱそのメインが打てる回数を維持できるっていうのはでかいと思います。防衛寄りの話になりますが、まあ、そういった点を抑えていければとても相性のいいギアと言えるかと思います。ラスパに関して効果と相性は理解してもらったと思いますが、扱う上で注意点がいくつかあります。1つ目はギアの発動がシビアという点です。このギアに関しては自チームのカウントは関係がないため敵依存になります。ある程度の接戦状態が大事になるため50から30カウントで相手を止める防衛力が重要になります。カウントが全く動かない状態や一気にノックアウトされても発動の実感がないというのがありますので、実はかなり実力が問われるというようなところがあると思います。とにかく30カウントまでに止めないといけないというところですね。またラスパを頼り切るわけにはいかないので他のギア枠で補填をする必要があります。採用する際にはギアをある程度尖らせる必要がありますので、中途半端な構成だとラスパをつけない方が逆にいいこともあります。まあ、注意点としてはこのくらいですね。まあ、ギアのバランスが重要になるというところです。基本的に慣れてしまえば問題がないというところです。ただ1枠まるまるなくなってしまいますのでギア空きがなくなるので、まあ、そのあたりは考えないといけないなというところですね。まあ、ラスパはあくまで保険として考えて採用するのも一つありな考えな気はします。ラスパのいいところは何と言っても防衛で力を発揮することかと思います。相手がカウントを進めるだけで発揮しますからね。まずトライストリンガーの防衛を考えてみたいのですが、そもそも一定のポジションからメインとサブの攻撃となります。
フォーエイジの攻撃はインクの消費量が激しいので結構インク切れになりやすいんですよね。ですがラスパによってインク効率アップするので徐々に攻撃の圧を増すことが可能となります。カウントを逆転される前に防衛成功すれば効果はずっと発揮しますからね。より防衛の厚みを増すことが可能になってきます。単純にインク効率が上がるだけかと思いますが、トライストリンガーにとってはチャンスが増えます。まずは1角を当てれるチャンスを単純に増やせます。手数が増えれば単純にキルができる確率は上がりますからね。サブにおいても同じことが言えます。サブはインク消費が激しいので普段投げるタイミングが難しいんですよね。ですが回復速度アップと効率によって投げるペースを上げれます。なんならポジションから退けることも可能になってきます。こういった点から防衛時の攻撃の幅が上がり成功確率を上げれるきっかけとなるわけです。またラスパを想定していればですが、サブ性能アップによってポイズンを遠くに飛ばすことも可能となります。メイン1個積むだけでだいたい試し打ち所の1メモリ分ぐらい変わりますね。これによって広いマップでも遠くから邪魔をすることが可能になるので、ギアの組み合わせもラスパ採用の幅が広がります。ただ防衛寄りの考えでギアや攻撃手段を考える必要があるので、バランスを考えるのは難しいなと思いますね。どうしても防衛寄りの考えになってしまいます。まあ攻撃自体は防衛の要なので防衛を固めるのは重要なことかと思いますね。まあそういう意味では全然ありなギアかと思います。はい、ということで今回はここまでとなります。ラストスパート型のトライストリンガーが強いのかはいかがでしたでしょうか。ラスパに関しては発動条件を満たすためにリスクを負う必要がありますが、カウントだけでなく時間も重要なのが肝です。メイン効率はトライストリンガーにとってとても重要なので、ギアに困ったり防衛で苦しむ場合は採用もありかなと思います。ただ採用する際は立ち回りをしっかり固めて自分なりにどう使うのか考えておかないと自爆することが多いので、このあたりは気をつけてください。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。